the world。 いろんなところをね、でふらふら歩いて、はい、良さを見つけることを、はい、ガリっていう。でも中学生の時のその分かんない喜びみたいなのもありましたね。中学生の時にピンクフロイド聞いた時の感覚本当かそこ分かんないですけど、うん、日本人って識字率が 98% って言うじゃないですか、うん、あの文字読むのが、うん、潜在的識字率 30% っていう人もいて、うん、それこそ聖光さんは、うん、おそらく人生の大部分が言葉と文章でできてるわけじゃないですか、うんうん、そうですね、その状況はその心を痛めたりとか、まあまあまあ、いや痛めたりしますよ。純文学ってもともと一部の人たちにマニアに向けているから、そうですよね、それはいつも自分で、あ、いけねえいけねえって、これポップスじゃなかったんだよ ね、 そうすよね、現代史の方だったわ、ごめんごめんっつって。でも中学生の時のその分かんない喜びみたいなのもありましたね。そうそう、だからそういう人に、あ、出会うと嬉しいわけ。分かんないけど何度も読んでますとか、 あこいつなんか今知恵熱出てるわっていう、ありましたね。中学生の時にピンクフロイド聞いた時の感覚とそうだよそうだよ、原始神保とか言ってた、なんだよこれ、どうしようみたいななんかどうしよう、とんでもないものを借りてしまった気がするっていうそれそれ、全く何かよくわからないものに出会った時にやっぱ反発しちゃう人はいて、あ、そうですよね。でも俺は全くわかんないものに出会った時ほど興奮することはなくて、そうですよね、こんなの見たことないって、どう、ね、何これって、それ本当そうとりあえず追っかけて瞬発的に、あの、否定しないでって言いたい、はいはい、俺は好奇心本当、ね、大事にしてほしいですし、なんか世の中の方は基本的に自分が知らないものっていうのは否定から入るので、そこそこ、ね、ポエトリーリーディングはあの一般に流布してない、流行ってない、はいはい、流行ってるからやってるわけじゃないわけだよ、そうすね、俺はそうすね、ラップを89年に1回やめてそこからどういうふうに言葉と音楽が、行くべきかと考えたら、最終的にこのすげえ方向に、ダブとポエトリーとそれからバンドが常に変化、音を変化させるっていう形式を思いついて、ここに何かがあると思って掘ってるわけだよ、はい、でラップに出会った時もそうなわけ、はいはいはい、流行るなんて思ってなくて、こんな面白い音楽があるわっつって、その当時の時代背景考えると本当そうですよね、ひどかったんだから無理解がでもそう、世の中ね、知らないもの、新しいものをね、否定するんですよね、絶対的に。そうなんですよ、だから結局そこで何を残すかって言ったら、なんだか面白そうっていうことを、雰囲気を出すっていうか、はいはいはい、まあ、出ちゃうんだと思うんだけど、でも本当に熱中してる人が熱中してることやってると、うん、面白そうって感じしますよね。暑さは大事なんですよ、ですね、うん、でそれがもう自分を見てくれっていう暑さじゃなくて、はい、この形式を見てくれっていう暑さ、そうですね、これが一番すっごい面白い時、そうですね、うん、まず間違いなく面白いな、なんかそういう時は。それは本当にありますね、うん、あのアーティスト本人よりアーティストを応援している人の、うん、あの不況の方が熱があったりとかします、良さを訴える気持ち、そうそうそうだよね、なんか訳のわからないものを見つけることのっていう趣味に言葉が本当は必要、名前が必要なんだろうね。あ、そうですね、うん、まあまあでもそれをこう言語化していくのはまさに、うん、まあ俺たちの仕事、ね、俺たちの仕事なんだよあのね、いろんなところをね、でふらふら歩いて、はい、良さを見つけることを、はい、狩りっていうわけ、もみじ狩り、あ、そうですね、なんとか狩り、桜狩り、はいはい、まあ、要するに狩りをしてるわけですよね、ハントしてる、はい、でこの狩りっていう言葉はすごく重要で、目的地にそのまま行ったら狩りじゃないんですよ、はいはいはい、あの、いや、ちょっと高尾に行ってさ、もみじ見ようぜ、もみじ狩りじゃないんだよ、家のふらそば行ったら、あ、ここにもうもみじがあった、あ、高尾に行ってみよう、行ってあった、その駅から違う1個ずれたらまたあった、はい、これが狩りなん、なるほど、ガリの精神、ガリボーイ、ガリボーイガリボーイガリボーイいや、商店みたいになっちゃったけどそういうことだよ、まさに、うん、そこにヒップホップがあるからヒップホップやるっていうと、もうヒップホップから出られないよ。そうですね、うん、ターンテーブル2台使って人の曲の感想に喋るの入れたとか、うん、みんながねステップ踏んでるとこで頭で回り出すとか、そうそうそう、あの壁に落書きをするだとか、うん、やっちゃいけないことをやるところに、うん、そもそもっていうところやっぱそうありますね、あるっすからね、ありますね、貧しい何も持たない青年たちがやれることだったってことは我々をすごく励ましてくれると思うんですよ、はい、
ものすごくお金がないとできないことではなかった。そうですね。だとすればこれから生んでいく可能性をすごくみんなに、うん、もちろんお金持ちにも平等にあるわけ。そうですね、うん、まあ、やっぱ24時間あったら全ての人間がそれぞれの地獄がありますしそれぞれの天国があるのでね、やっぱでそういった時にやっぱね、悲しいかな、ネガティビティっていうのはあのクリエーションにいい影響を与えがちっていう。そうだな、そうだな、まあ、それをだからいい炎に変えていくっていうのは、そうですね、まあ、クリエイティブの、まあ、うん、一番いいところで、うん、僕もよくこの頃本当に年取ったら分かるけど、よく昔の芸人が何でもあの食っとけって、はいはい、で何でも自分の袋に入れとけって言ってたけど、ね、まあ、ラッパーもそうです、うん、ですね、うん、嫌なことも何も全部袋に入れとくと、はい、バチバチに使えるっていう、その殺伐と向き合う時は、そうですね、それを組み立ててもう表現しちゃえってことですよ。そうですよね、うん、いやおかげさまでもうあの リリースがねと止まらなくてねそうなんだよね。そうなんですよ、ベストアルバム作ろうと思ったらなんか6曲くらい新曲入れて46曲入りとかバカだね。でなんか下半期になったらまた6曲とか7曲とか出てるし、うん、アルバム出せよって話なんですけどアルバム作ろうと思って作った新曲たちじゃなくて、うん、その道すがら、うん、ガリじゃん、ガリじゃん、うん、ガリ作りだよ、ガリの最中で出会った人たち。いやそれがいいんだって、うん、だって場所だってさ、奥の細道行ったってさ、はいはい、ふら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 してその場のことを読んでいって、ね、まあ、空が書いてくれたからねということと同じなんですよ。ですよね、うん、人生とはね奥の細道である。そうだ、旅なんです、旅旅旅 旅だから、まあ、僕もあのもちろん自分の伊藤聖子イズザポエットで11月中にもうアルバム作るから、はい、この曲は多分この人もうすごい人たちがバンバン手伝ってくれて、面白そうですね、これはコロナだったから、はい、どうせ暇だからやるよって言ってみんながこうやってくれて、だからクリエイティビティが逆に上がってるよね。そうですね、うん、マイナスをプラスに変えるのが俺たちの、そうです、ね、うん、仕事だから。いやでも本当だ、そういう意味ではクリエーションに関して明るい未来云々っていうか、まあ多分止まることがないですからね、クリエーション自体が、うんうん、そうだね、止まることはないし、おそらくそういうことはつまり新しいものは常に出てくるだろうから、うん、まあ、あの未来が明るいかどうかは分かんないですけど、クリエーションはまあ常に面白いのが出るんだろうなっていう気がしますね、うん、そう、すごく大事なことはクリエーターもそうだけど、実はそれを受け取るみんなもそうで、上手に見つけんのよさすがに、はいはい、バカじゃないよ世界は、やっぱり、うん、やっぱり面白いものにはちゃんとスポットライトが当たる。確かに、うん、だからそのことを信じて俺たちもやっていくわけだし、はい、でもちろんそれがねマーケットが広い場合と 1,2、うん、のすごく信頼できる人が熱く語ってくれるのと、うんうん、両方等価だよね。そうですね、うん、どっちでもいい、うんうんうん、だからそれを信じて我々はちょっと面白いもの作りましょうよ。そうですね、うん、まあ迷ったり惑ったりするだろうけれどもそれも全部もうガリガリだから、ガリだから進んでいくっていう、そう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 、それでいいと思います、うん、いいと思いますって、そんな偉そうなことは言えないけど、も俺もそれをやってきますので勇気づけられます。ありがとうございます。